皆さん、こんにちは。1960年代に活躍していたチョコの愛称で知られる本間千代子さん。女優だけでなく、歌手や作詞家としてもヒット作を残しています。今回は、そんな本間千代子さんの経歴や現在についてご紹介していきます。まずは、本間千代子さんのプロフィールから見ていきましょう。本間千代子さん、1945年1月29日生まれは、日本の歌手、女優。長野県上伊那郡伊那町生まれ、生後8ヶ月から東京都杉並区高井戸育ち。父は日本銀行勤務で、次男二女の次女として。戦時疎開先の長野県上伊那郡伊那町、現在の伊那市、で生まれました。本間家は佐渡本間氏の出で、現在の新潟県柏崎市で先祖代々地主を務めていました。また、坂田本間氏とも同族の関係になります。終戦後の同年10月に東京都杉並区西荻窪に移り、近くの歌手の実幼稚園に入園。その頃から歌に興味を持ち、NHK 歌のおばさんであった。後の参議院議員、安西愛子さんから童謡を習います。杉並区立高井戸大師小学校に通うようになってからは、美鈴児童合唱団で歌の勉強を続けます。先生はやがて姉の夫となる。当時高校3年生だった富田勲さんでした。その後、ポリドール児童合唱団に所属し、1951年1月には、NHK にて、ケンケンコ記事、お菓子の記者が放送されます。小学4年生の時に、杉並の杉並区立松庵小学校に転校します。この頃から神奈川県横浜市鶴見区にあった、ひばり児童合唱団に往復4時間かけて通うようになります。同合唱団には松島智子さんがいて、その後も友好関係なんだそうです。そして、合唱団団長の皆川和子さんに認められ、個人レッスンを受けるようになり、オペレッタ、醜いアヒルの子に主演し、松島智子さん主演、魔法の笛にも出演します。ちなみに、吉永小百合さんも、同時期に個人レッスンを受けていたそうです。小学校5年夏からコロンビア専属の童謡歌手となりました。1957年、姉秋子と同じ三鷹台にある立教女学院中等部に入学。東映の音楽を担当していた義兄の富田勲さんの勧めで、東映東京撮影所に出入りするようになり、可愛い子が来てるじゃないか、と署内で評判となり、山崎誠一郎地東映東京所長の地遇を経て、1958年8月、東映児童研修所の第1期生となりました。そして、すぐに堀内勝監督の児童向け映画、6人姉妹に出演し、翌年、教育映画最優秀作品賞を受賞。同時に東映社長の大川博さんから顕彰されました。同年11月にクランクインした。高倉健さん主演のアクション映画、恋と太陽とギャングに、千葉真一さんの妹役で女優の本格デビューを果たします。その4ヶ月後には、歌う明星、青春がいっぱいに、渥美清の妹役として出演し、青春派としての映画スターの地位を確立しました。1963年頃からは清楚な容姿を生かして青春映画に出演。また透き通る清純な声で多くの青春歌謡を歌いました。ビデオが普及する少し前だったため、残された映像は少なく、幻の青春スターとも言われています。1964年には、日本映画制作者協会選定による、第9回エランドール賞新人賞を、市川染五郎さんや松原千恵子さんなどと共に受賞します。当時は雑誌、明星、近代映画などの人気投票で、なんと、あの吉永小百合さんを抜いて1位になることもあり、ブロマイド売上でも好位をキープしていました。1965年2月から放送された、チコと一緒に、や、同年の NHK 大河ドラマ、太閤記で、豊臣御奉行の一人、浅野長政の妻として出演し、お茶の間の人気を得ます。この頃を中心に多くのレコードを吹き込み、青春映画に出演する。以降は民音や老音主催の歌の仕事をこなす。1966年6月5日、バスを連ねてファンと一緒に千葉県稲毛海岸で潮干狩りを行う。同年7月公開、大忍術映画渡りで1年半ぶりに映画出演。出演後東映を退社してフリーとなる。歌手、女優としても有名な本間千代子さんですが、作詞家としても楽曲に参加しています。新しかずよの名義で作詞を手掛け、森進一さんが歌っている熱愛という曲で、日本作詞大賞を受賞しています。絶大な人気を誇っていた本間千代子さんは、1967年に歌手の森谷宏さんと結婚します。
森谷浩さんはホリプロスカウトキャラバンの第1号タレントとしてデビューし、僕はナイチッチという曲でブレイクしました。しかし、1975年に離婚。森谷浩さんは後に一般女性と再婚していらっしゃいます。本間千代子さんは1年後の1976年に、ひばり児童合唱団時代からの幼馴染だった、日野木真二さんと再婚し、同時に芸能界を引退しています。日野木真二さんです。本間千代子さんとの関係は、ひばり児童合唱団時代のいわば幼馴染です。この日野木真二さんとの結婚で芸能界を引退ということにはなったのですが、実はもう一つ本間千代子さんは活動しています。また、新しかず4の名義で作詞を手掛け、その作品、熱愛歌五木ひろしは、1978年の日本作詞大賞に入賞している。本間千代子さんにはお子さんが2人いられるそうです。子供が2人とも女の子ですが、それ以上の情報は残念ながら、得ることはできませんでした。しかし、日野木真二さんが、一度、娘さんについて語っていたことがあったそうで、海外に留学させた、と言っていたそうです。もしかすると、国際的に活躍している可能性もあるかもしれませんね。日野木真二さんについては、現在ラジオパーソナリティとして活動されており、結婚後は、二人で、おはようサタデー、思いのままにミュージックサンキュー、という全国の地域 FM 局でラジオ番組を担当しています。そして本間千代子さんはその番組でデビュー当時のことを語っていたことがありました。その頃はまだ15か16歳だったと思うんですけど、とにかく忙しくて仕方なった。そしてリスナーからの辛くなかったかという質問に対しては、何言ってるの、私はこの世界が好きで好きで入ってきたんだから毎日が楽しくてしょうがない、クラブ活動の一部として捉えていたぐらいよ、と答えています。さて、そんな本間千代子さんですが、実は学生時代から、石原裕次郎さんの熱烈なファンとしても知られ、子育てが一段落し48歳になった1993年に、裕次郎さんのご厚に憧れ、慶応義塾大学文学部に入学。通信教育課程を経て6年かけて、1999年3月に卒業を果たして学士を取得。2008年には日本大学大学院総合社会情報研究科博士前期課程に入学、人間科学を専攻しました。とても素晴らしい行動力ですよね。全国の地域 FM 局ネットで放送されている、おはようサタデー、思いのままに、ミュージックサンキューの DJ を、夫の日野木真二とレギュラーで担当している。2010年9月17日に日本コロンビアから、青春スター、ときめきのヒロイン、本間千代子、高石勝枝、高田美和が発売された。本間千代子の作品は41曲が収録されており、彼女初の本格 CD ボックスと言える。本間千代子さんといえば歌手であることも、有名ですが、なんと作詞家としても、楽曲に参加しています。森進一さんが歌っている、熱愛という曲なのですが、この曲で、本間千代子さんは日本作詞大賞を獲得するんですよね。今現在ネットでは様々な動画などが見れますが、YouTube でもあまり本間千代子さんの動画なんていうのは見れないようですね。見るためには買わないといけないというのが現状のようですね。楽天さんでも今これだけとなっています。今回は本間千代子さんの経歴や現在についてご紹介していきました。芸能界を引退されてからも精力的に活動している本間千代子さん。これからも元気に活動してほしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。